アメリカ大リーグエンゼルスの大谷翔平は日本時間の27日本拠地でのアスレチックス戦に先発出場。8回の第5打席で今季6号となる中越えにランを放つなど5打数2安打3打点だった。試合は11対3で勝利。投打にわたって圧倒的な活躍を残し続けている大谷翔平には海外メディアからは賛辞が止まらない。そんな中、多くの関係者そしてファンの間でも心配されているのが大谷翔平の疲労だが、その件についてネビン監督そして大谷自身もコメントを残している。今回は事の詳細とネット上の反応を一部抜粋してお届けいたします。エンゼルスの大谷翔平投手が3番指名打者で出場し、8回の打席で3戦ぶり6号ツーランホームランを放つなど5打数2安打3打点。6回の打席では中継ぎへと配置転換されたアスレチックスの藤浪晋太郎からサゼンダを放った。打球角度34度。今季最も大きな弧を描き、打球は中堅フェンスを越えた。6点リードの8回1死1塁から大谷が放った23日のロイヤルズ戦以来、3戦ぶりの6号ツーラン。ギリギリだったので、僕的に入らないかなと思ったんですけど、逆にニューヨークみたいないいバッティングで、それなりの飛距離があっても球場によっては入らないこともある。その辺は運もあるのかなと思う。飛距離122メートルの一撃を淡々と振り返った。チームは3回までに6点を奪って快勝し、8試合ぶりに貯金1とした。そんな連戦が続いているエンゼルスだが、ファンの間では大谷翔平の疲労蓄積を心配する声が溢れている。シーズンが開幕してから投手ではリーグ最多の5試合に先発し、3勝0敗、防御率 0.64 はリーグ1位と驚異的な成績を上げ、打者としても日本時間27日のアスレチックス戦では本塁打を放つなど、チームに絶大な貢献をしている一方で、ファンは日に日に疲労が色濃くなっていると心配するのである。特に今季に関してはシーズン開幕前に行われたワールドベースボールクラシックで投打にわたり侍ジャパンの世界一に大きく貢献。加えて決勝戦でも投打にわたって活躍をしてから、2日後にはエンゼルスのオープン戦に登板し打者としても出場。そのままシーズンが開幕してもペースを崩すことなく開幕投手も務めるなど、他の選手の2倍3倍の労力を費やしていると言っても過言ではない。現に侍ジャパンのメンバーとして出場したダルビッシュ有、村上宗隆や吉田正尚、牧秀悟などシーズン開幕前に活躍した影響からの疲労に苦しんだ選手は少なくはない。おまけに MLB は NPB 以上に過酷。アメリカの東から西への長距離移動を経て、移動日なしで試合が開催されることも珍しくはない。そしてエンゼルスは現在17連戦中で、25日のアスレチックス戦が11試合目。大谷はこの大型連戦期間中、1試合も休むことなく投打でフル回転している。またエンゼルスのフィル・ネビン監督は試合前に取材に応じ、大谷の休養費について改めて言及。それについては昨夜彼から聞いたんだ。彼は今日プレーをしたがった。体調はとても良いと言っている。彼は今のバットの振り方に好感触を抱いているらしく、今夜もプレーをしたがってた。明日の投球が楽しみだと説明した。ネットやファンから心配の声が寄せられていると記者が質問をすると、そのことはもちろん知っている。だからこそ私も常々彼の体調は気にかけている。それに体の調子については大谷自身が誰よりも分かっている。だから何か異変が起こったらすぐに私に相談してくれてるから、その辺も含めて今は何も問題はない。ファンが連戦を戦い抜いてる彼の姿を見て心配しているのを彼もよく分かっている。でも大丈夫だと心配はないと強調した。ここまで12日のナショナルズ戦を除く全試合に出場する大谷は、17連戦の13戦目にあたるこの日も3番 DH でスタメン出場を果たし、翌日の28日にはアスレチックスとの最終戦には投打同時出場する予定だ。指揮官は当面は中5日の登板間隔を維持することを明言。大谷が重要視する睡眠についての質問には、ナイターの場合は彼には DH でプレーしてほしい。それは大丈夫だろう。今夜も彼は十分な、試合後に睡眠が取れるだろう。彼は眠るのが好きだよね。それは知ってるよと笑顔で話していた。
大谷自身も体調について記者から問われた際には、体調はグレートです。スイングもいい感じなので打席に立ち続けたい。明日も、と答えたという。その上で、いろいろと皆様から心配の声があるのも知ってます。でも大丈夫です。そこはしっかりと自分の体と向き合ってますから、とファンに向けてコメントを残した。常人ではとても理解できない活躍をし続けている大谷翔平。明日の活躍にも期待が寄せられる。ここからは今回のニュースに関してのネット上の反応を一部抜粋してお届けいたします。大谷選手は間違いなく体にも精神的にも負荷がかかっているし、蓄積疲労もあるだろう。しかし彼は何よりも野球の試合でプレーすることが大好きなので、疲れをあまり感じないのかもしれない。ただやはり兆候は出ている。イングスピードと動体視力とのズレがフォーシームへの対応が難しくしている。大リーグの人気復活に向けて新規ファンの獲得には大谷は神様の贈り物として受け止められています。スーパースターの一人、トラウトでさえ全米での認知度は 20% に満たないということで、二刀流大谷への希望の光としての期待は他のスター選手とは比べられないほど大きい。大谷が米国人だったらさらに壮絶な盛り上げ方になっていたとは思うが、今後も含め他の誰もが並ぶことすらないことも理解している。大谷の名前が全米でも半数以上知れ渡るほどにまでなれば、大リーグの人気復活も現実のものになると信じたい。今日も大谷選手は非常に素晴らしい活躍を見せてくれました。この17連戦、アメリカの西から東へと駆け抜けて、ほぼ休みなしのまま試合に出場し続けている大谷翔平選手。今回の試合でも疲労がないかのような見事なホームランを決めて見せていました。ここまで来ると当分は、怪我さえなければコンディションを維持したまま試合に出場するできてしまうのではないかと期待をしてしまいます。多くの方々が大谷選手の体調面を心配しています。もちろんそれは私も同じです。多くの場合、疲労が溜まってしまうとパフォーマンスの低下だけではなく、怪我につながる恐れが非常に高くなるからです。それはどんなに気をつけていても、これまでに多くのプロ野球選手が疲労によって怪我をしてきました。今のところ大谷選手は問題がなさそうですが、長いシーズンのまだまだ序盤です。気をつけながらも、シーズンを無事に乗り越えてほしいです。